ってくれた。急に来たんだ。あ、ここ、あ、あったあったあった、ピンポン見える？目の前見えないね。見えない。はい、じゃあ私押すよ。あ、押した。いや、適当にやったら押した。はい、夜遅くすいませんね。ばすいません。こんばんは。こんばんは。あの、突撃隣のネバご飯の撮影してますね。ばご飯を見させてもらいたいんですね。ばご飯食べちゃったんだけど。ダメだ。もうちょっと、あと30分早ければ。ありがとうございました。すいません。納豆は食べたね、バカ。納豆食べてますよ。やったけど、あ、見てる見てる見てる。ちょっと待って、この見てる見てる、あそこらほら見てる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 。真っ暗だよ。本当、でもこの時間は本当に夕ご飯もできてるから。そうだよね。入れてくれるとこも出てくるねばよ。納豆兄さんやってねば。ねばーるくんねばよ。こんにちは。あ、こんにちは。え、こんにちは。ちょっとちょっと、おー、ちょっとすいません。よー、あれ、あれ、あー、ねばーるくん知ってる。ねばーるくん、ねばーるくん知ってる。一緒にご飯食べる？一緒にご飯食べる？食べる？いい？食べていいの？いいよ。やったやった。ちょっと。やったよ。びっくりした。急に来たんだ。あ、なんか美味しそうな匂いがする。お邪魔します。あ、すごいすごい、夕食が。夕食が準備されてる。いや、すごい。そこにネバルくんがいる。いるいる。違う。これは何ですか？これ何？何ですか？ばあちゃん。あの、もう納豆が入った天ぷらです。どれ？これ？わあ。うわ、本当だ。これぞ茨城納豆天ぷら。ばあちゃん、ありがとう。納豆。ネバ君、勝負するお相撲。お相撲？え？お相撲はやってんですか？ゆうすけ、ネバ君と勝負する。早速勝負する？うん、する？恥ずかしいんだ。勝負する？やってやるネバよ。見て、見せてあげて、仕事。じゃあ、東ゆうすけの山西ネバル君山。あ、よし、かっこい残った残った。おっ、優勢。負けないでよ、負けないでよ、負けないでよ。おっと、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 優勢頑張れ。うわ、頑張れ、頑張れ。優勢今、足が出た。どっち？ただいまの勝負、ネバール君の勝ち。ユウスケ足出てたもん。負けちゃった。すごい強かった。やっぱり納豆食べたから粘り腰があったネバね。いただきます。すごい顔になってる。じゃあまず納豆いってみる。はい、ネバ。はい。おいしいですか。星3つネバ、おいしい。あ、出た、星3つだ。絶対ネバーキープアップ、ネバーよー、ネバー。もうダメ。4人すごいぞ。2回登ってっちゃう。いや、ちょっと見てみた。あ、美味しい。しっかりもう味も染みててですね。もうこれ結構シャキシャキしてますね。ごぼうがシャキシャキしてます。
新ごぼうだからきっとあれなのかな、おいしい、じゃあよかった香りも最高、味も最高、歯ごたえも最高あ、いいお出汁出て、あ、おいしい、いや、おいしい、ちょうどいいですねお皿ごと食べる、お皿ごときましたお箸もそのまま入れちゃいなすげえ美味しいネバだからね、ネバルくんが来て嬉しい、ネバルくんもここに来れて嬉しいネバ、俺もお父さんはいつ、こっちはくまくんです、こっちはくまくんです、小学校の頃からやってて、でまあ高校でもまあ本格的にやって、社会人になっても10年ぐらいはやってて、プロじゃないかネバ、プロじゃない、茨城県大会ではまあ数々まあ優勝して、あ、すごいネバよ、これじゃ納豆兄さんと勝負した方がいいんじゃない、納豆兄さんと勝負した方がいいんじゃない、ネバかね、ケンソキケンソキくるくる回って、すごい注目の一戦になってるマジネバ、はい、ケンソキ、すごい中学の、はい、ケンソキバッター、ケンソキバッター、何やってんの、あ、これじゃ偽物っぽいな、気合いがすごいよ、効きますね、しあ、そっからね、パパの方やパパの山応援して、また来てね。うん、また来てね。